サッカーの審判の4級の資格持ってんの？え、持ってます。すごいじゃん。え、なんで取ろうと思ったの4級？もっとルール知ったら普通の試合とかも楽しめるかなって思って。好きな選手とかいる？まあいるっちゃいるんですけど、うん、どちらかというとチームの戦術とか。お、すごい。どこが好きなの？サンフレッチェ広島。はあ、いいよね。と、あとは海外で言ったらドルトムント。ドルトムント、香川真司のとこね、はい、これは土屋さん、いや、サンフレッチェは確かにいいサッカーするよね。サッカー分かってる人の、森保監督は本当にいいよね。で、俺日本人で今、ね、あの代表の監督させるなら森保さんだよね。森保さんというのはドーハの悲劇の時にボランチのポジションやったんだけども、あれその時あのジュビロのね、あの吉田選手と2人でダブルボランチの形取ってたんだけど、本当に素晴らしい選手なんだよ。もともと選手としても素晴らしいし、指導者としても本当に素晴らしいと思うの。だから俺だ、そのサンフレッチェって言ってるところで、おう、どうしたほら、こうなるんだぞ長くやってると MC をペットみたいな。そうだぞ、土田の扱いも上手くなるんだぞはい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 。そして誰にも自慢できない特技は純一ダビッドソンのモノマネ。そうですね、喋りだったいいよ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 。ケアかけに出られたのも心の中のリトルホンダが導いてくれたのかもしれませんねあ、やろう、いいじゃん、いいよ、似てる似てる似てる、いや似てるわ、いいよ。